皆さんどうもピーマンです。今回ドラクエ8実況13回目になりますよ。前回の続きから始めていくからね。とりあえずね、ククールの聞いた話によると、まずはこの川沿いにこの修道院を見ながら進んでいって、おスライムベースがいるな、逃げろ逃げろ、俺の周りに来んじゃないよ。そして廃墟があるから、その廃墟に入って、その廃墟があの修道院のとこに繋がってるんだよね。あの橋から直接行けないからね。廃墟なんてあるか？うわ！さまよう鎧いるんじゃねえのこれ。うわ、やばいやばい。これ強いやつだ。ちょっと戦い避けて。これ多分勝てないやつだよ。ねえ。絶対無理無理無理。諦める。すぐ諦める。さて、廃墟なんかどこにあるんだ？川沿いに進んでいけばある的なこと言ってたけどね。ないよね。うんうん、ないよ。どこだ？あれもう完全に通り過ぎたよね。これあかんのちゃうの？あかんのちゃうの？うん、完全に通り過ぎてるよね。あ、いいの？あ、なんか洞窟あるじゃん。入ってみよう。廃墟って言ってたからね。洞窟、洞窟、洞窟でもなさそうだな。なにこれ？おう、やってきたよ。あ、なんかいるし、なんだこいつ。隠しマップ的なものか？おう。あ、ここで合ってんのか。はめてみよう、はめてみよう。合ってた合ってた。おう？レッツゴー。なんか下への階段みたいなものができちゃった感じじゃないですか。地下への階段ですよ。ここから修道院に入れるんだね。そしてなんか踊る宝石的なものいるけど、これ倒してみようよ。なんでここでプカプカ浮いてんの？そのプカプカ感いいね。うん。さて、笑い袋たちか。こっちに気づいてない。バカだね。絶対気づくでしょ。行こう行こう行こう。みんなでボコボコにしていこうぜ。わ、ダメージ食らない。マジか。嘘でしょ？よしよし。ようやく当たった。素早さが高いのかな？全然攻撃当たらねえや。あっち行こう。ダメージは言うほど食らないね。はいや。オーケー。討伐完了。ヤンガス行こう。ごっつぁんです。68！ 素晴らしい会心の一撃が出てくれたね。はい。あ、別に、あ、なんか経験値よくくれるとか、お金よくくれるとか、あ、そういうわけじゃないんだね。そんな言うほどくれなかったわ。よっしゃ、いざ地下へ。行ってみよう。来たよ。うわ、怖えー、なんかゾンビおるし、ここ通って行くの、ほんと合ってんの？ククール。そんな無茶ぶりを勇者ピーマンたちに任したわけ？しゃあないからね。はい、旧修道院の跡地ですね。ここから行くのか。あ、メタルスライム！メタルスライム！待て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 、来た来た来た！メタルメタルメタルかも、メタルかも、逃げないで！ノノノノノノ、逃げられた。この宝箱か。あ、いたいたいた、カモカモカモ、会えない会えない、メタルかも、メタルどこ行った、メタルどこ行った、メタルどこ行った、いるいるいる、カモカモ、なんで戦いにならないの？よしよし、なったなったなった、カモ、初めてのドラクエ8メタルスライム来たぜよ、あんちゃん、絶対倒すよ、逃がさんよ、行こう。なにこれー、なんじゃこれー。いや、でも分かった。ここにはメタルスライムが出るということ、レベル上げには持ってこいだね。そして、怪しすぎる宝箱。あえて右側から行こう。うん。よし。鍵は開けた。パカリンコ。300ゴールド。左側は？何が入ってる？うわー、もう人食い箱ですよね。そういう展開だと思った。これまずいな。勝てるか。人食い箱強いからな。火炎切り。よし。火炎切りで、カブト割りもいっとこう。ギラ！どれだけのダメージを食らう？結構食らう。はい、デシカの攻撃、1。火炎切りだ！はいや！で、カブト割りで守備力を下げる。ごっつぁんです。12！ いいね、めっちゃ下がったわ。もう一回火炎切り。もうボス戦みたいな雰囲気になってるけどね。で、呪文だ。メラニでいこう。メラでいこう。甘い息引っかかるなよ。あー、ジェシカお姉様がね、無理状況に入ってしまった。可愛い寝顔も可愛いけどね、どっちでもいいんですよ。はい、よし、倒した倒した。あー、よかった。人食い箱とかもうトラウマのイメージしかないからな、俺。ボコボコンされたイメージしかなかったから勝ててよかったよ。いやいやいや、パニックザパニック。いきなりメタルスライムに、メタルスライムに人食い箱、イエー、テンション上がるね。テンション上がるしドキドキするね。よし、行こう。メタルスライムさっきこっちいたよな。あ、いる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 、逃げるな。ノノノノノ、メタルスライムかも、すごいスピードが速い。イエスイエス、遭遇完了。さて倒すよ、メタルちゃんを。来た来た来た、今度こそ倒す。
よし来た、メラできたよ。メタルスライム体力3くらいだったよな、おそらく。うわーダメ、当たらない。うわーダメ。よしよしよっしゃー、初めてのメタル討伐完了。経験値は1350、レベル13、レベルレベル上げ持ってこいだね。ほんで出現率も高そうだこれ。うん、3ポイントのスキルか。こっちに2個振り分けて、ほんで勇気に1つ、これで OK だ。うん、OK。ヤンガスも当然当たり前ですよ、経験値たくさん手に入りましたから。おお、8ポイントのスキルポイント、いいね。じゃあ一気にダダ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 、よし、これで OK ね。ほんで次ゼシカ、はい、ゼシカレベル11、レベル、おお一気にね、9レベルでしたけど、一気に2レベル上がったよ。強くなったね。あー、ヒャド覚えた、ギラも覚えた、リレミトも覚えた。18ポイントのスキル、これは無知スキルの方に振って、とりあえずまず5ポイントで、お色気、あ、パウパウある、パウパウ38、振り分けたら使えるようになるよ。じゃ振り分けとこう、行こう行こう行こう。投げキスもいいね、投げキスもいいね、最高すぎるね。よし、これで OK だ。パフ、パフ、はよ覚えたい、はよ覚えらしてくれ、よろしくね。投げキス、あ、これもいいね。ゼシカに投げキスされたら俺も失神だよ、よろしくね。さて先に進もうか。いやいや、もうその他の魔物とはなるべく戦いたくなかったんだけどね。もうメタルスライムが出てくること分かったから、こいつで経験値稼ぎたいとこだったんだが。うわ、嘘だろ、相手の先制攻撃か、まずいな。うわ、もうそれ投げてくんな、骨投げんな、頭投げないで、頭部痛いからね、割かし結構ダメージ食らうから。じゃあ行こう、はい。でヤンガスカモン、ほんでゼシカはギラ、全体いけるよね、敵グループ。はい、ギラで全体攻撃、よし、10、平均10のダメージ。頭投げんな、割かし食らうっつってんだろ、痛い痛い痛い。ゼシカ投げんなよ、結構食らうな、やっぱ倒せないし。よし、うわー体力多いな、30与えたんだが、なんぼだ、30、40くらいあんのか。めんどくせえ、数の暴力で組んじゃねえ。うん。うん。で、ギラ。はいや。よし。まず骸骨 B を倒した。ちょいな、よし、OK。残りは2体。やめろっつってんだろ、それ。痛いんだっつってんの。よっしゃ、あと1体だ。ご苦労さん。いくぜ。ドカーン。うん、レベルも上がったことによって、この無知攻撃も非常にダメージ食らうようになったね。さっきまで1とか2だったけど、6食らうようになった。これだけでも非常に喜びを感じ取れるね。感じられるよ。で、体力回復していこうかな。薬草はたんまりと購入してますから。OK。で、残るヤンガス。OK。これで OK。先に進もう。下行きます。下行っちゃいます。メタル逃がさんよ、メタル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 、カモンカモン、今メタル派あったでしょ、メタルあったよね、すれ違ったよね、どこ行ったどこ行ったどこ行った、カモンカモンカモン、どこ行くどこ行く、カモンレッツゴー、よーし捕まえた、2匹来い、ダブル来い、メタルダブル来い、カモン1匹か、よっしゃ倒すよ、メラ、よしよしよし、ヤンガスがまた会心の一撃来ればいいんだけどな。はいや、うわーダメージ食らわない、うわーダメ、うわーダメ、いかん、逃げられたかこれ、逃げ出す、だよね、一旦で倒さないと、全部攻撃ミスる、身のかわしすごすぎないねえ。さて下行ってみよう、うん、下行く前にちょっと横に部屋あるからな、こっちも見ていかないとね、探索しないと。もう入った瞬間角にいるとかわかるわけないじゃん、笑い袋ね、大して強くねえくせに出てくんじゃないよ、ヘラヘラ笑ってる、なんなのお前、学校だと怒られるぞ、そんなお前、社会出たらボコボコンされるわ、何こんな状況で笑っとんねんって。さて行こう、うわーまた笑い袋いるし、プカプカ浮いとるわ。この先に何がある、うん、別に何もなかった、あ、こっちか、開かないの、扉固く閉ざされてる、マジで、うわー変なやつ出てきてるし、あかんかんかん、あかんかん、こっち強そう、あかんかんかん、危ない危ない危ない、強そうだからね。わーお、また角にいる、それやめて、角戦法で、また4体来るんだろ、3体できたよ、もうそれ角やめよう、いい加減に、よし、はいや、
よくそれ頭回収できるな。ブーメラン頭なのかな、ブーメランヘッドだね。すごいコントロールというか、そういうとこ考えてちゃんとやってるんだろうね。すごすぎるわ。もっとそれ別の技使えると思うけどね、そんなことできるやつ。もっと大ダメージ与えれると思うけど、これ都合よく戻っていってるんだもんね。そういう機能ついてる頭蓋骨欲しいわ。役に立つか知らないけど痛い。うわー、ジェシカ結構食らうな。また微妙に体力が多いから長いんだ戦いが。オッケーオッケー。なるべく敵と合わないようにしていかないとね。メタルスライムがいるんで、メタルスライム以外はもう無視でね、いいんじゃないかな。経験値もかなり稼げるし、道具で、袋。またここでのんびりしてた敵湧いてくるからね、すぐ行かないと。はい、よし、これで OK。 すぐ行こう。のっのっのっ、敵に遭遇する。危ない。あ、こっちも行けるんだ。こっちなんか部屋あるね。何、また曲がった直後にいるパターンでしょ。あ、いないの。あ、いないんだね。あ、何これ、何もない部屋だ。なんかあってくれよって思うけどね、俺は。こいつがややこしい。よし、回避成功。 OK。 で、下にやってきた B の4だ。もうそろそろ行けるんじゃない。うわ、これ毒沼じゃないか。のののののんの、なんか変なおるし、思いっきしなんか変なおるけど、ゴーゴー。あ、これ上上がれないの。ノンノンノン、どっちか行くんだ。あ、こういうことね。こうやって道を通って、オッケーオッケー、このベッドの上から行くんだね。よしよしよし、オッケーオッケー、くんなくんなくんな、レッツゴーレッツゴー。腐った死体もいる。腐った死体、ノー腐った死体、ノー腐った死体、こっち来ないで。ノー腐った死体。うわ、上上がっていってるじゃん。完全に当選簿してるね。いかん。あー、危ない、セーフ。よし、逃げれた。よかったよかった。あれ、いなくなってる。あれ、さっき追いかけてきてたよね。まだなのか。もう結構来たと思ったけど。部屋が2つあるよ。開くか。開きました。開いたが、とりあえず瓶を割ります。はい、壺。何もない。おー、50ゴールド。なんだこの骸骨。ここで何があったんだよ。怖すぎるだろ。ねえ、これが旧修道院なのか。昔は一体ここで何をしてたんだろうね。開けます。なんかいそうで怖いんですけど。後ろ振り向けば骸骨。立ってないよね。小さなメダル、ありがたい。おお、水草のカビ。はい、オッケー。何もないで開けます。何もない。うそん。扉は開いてるね。ホラー的展開もあるかなと思ったんだけどね。あー、いかんいかん、骸骨やめて。そこ道通せんぼしてたらいけないじゃん。よしよしよし、行こう行こう行こう、ゴーゴーゴー。あ、これもう到着っぽいね。到着っぽいよ。はい、開けたらこれ指導員につながってるってパターン。なんかオンですけど。はぁ、嘘んでしょ。ここに来てあんちゃん、なんかオンですけど。はぁ、ボスかこれ。ちょっと中ボス的な存在だね。よし、とりあえず体力マックスにしよう。マジで？まあ、最後なんかおるかなと思ってたけど、ほんで、渡そう、渡そう。ゼシカ、持たせないとね。薬草を。はい。うわー、これ渡すのめんどくさい。一個一個なのか。数選択できたらもっと楽なのに。よし。あ、捨てちゃダメ、捨てちゃダメ。はい。ゼシカがレベル低いんでね、これボス戦になるとすぐやられるかもしれないね。実質ヤンガスと勇者ピーマンのみだよ。多分野生のあれでも結構食らってるからな。よし、これだけ持たせれば OK。 よしよし、全部持たせた。行こうよ。おそらく戦いになるでしょう。これで戦いにならなかったら面白いの。おおおお、言うとるよ。どうしたの。怖い怖い怖い。何、お腹痛いのかな。苦しい言うとるわ。めっちゃ苦しんでるじゃないですか。病院行った方がいいんじゃないかな。疑問系でこう言われても俺分からん神じゃねえから。めっちゃ切れてるじゃないですか。逆切れっすか。分からん言うとるんですけどね。めっちゃ逆切れされたわ。病が？なんか訳ありっぽいねこれ。そういや、毒沼もたくさんあったもんね。そういうことかもしれない。骸骨とかもたくさんあったしね。人間のまあ死体らしいものも。
我らが苦しみ、お前にも味わわせてやる。なんで？なんでそうなるの？お前めっちゃ性格悪いやつじゃねえか。何その展開。俺も味わったんだからお前も味わえて、それ考え方おかしいよ。嘆きの亡霊ですね。おそらく中ボス的な存在になるでしょう。いいでしょう。お前には悪いけどね、俺はそういうやつ嫌いなんだ、お前。ええ。ボコボコにしてやんぞ、お前。カイン切りじゃボケゴラ。カブト割りじゃボケゴラ。ほんで、ルカにね、敵一体の守備力を下げる。ゼシカ頼むよ。まずこれで守備力。はい、17下がった。ほんで、これカブト割りもありますからね。すごいダメージ。まだまだ効くよ。攻撃、どれくらい食らうか。28いかん。ゼシカ一発でやられる、次。よしよしよし。守備力を8下げた。いいぞ。で、またカイン切りでいこう。んで、カブト割り。で、道具で薬草だね。自分に使うんだ。オッケー。仲間を呼んだ。嘘んだろ。うわー、腐った死体。こういうことしてくるんだ、こいつ。卑怯者めが。そう、なんかしてくると思った。見た目からしてね。まあ、このターンの攻撃はないけどね、相手の攻撃は。よし。ほんで、とりあえず周りの雑魚を倒すことだよな。ヤンガスだけはちょっと嘆きの亡霊狙いで、んで、ヒャド行こうか。あー、ヒャドはできない。ギラ。あ、そうか、敵グループ1体だからね、単体だとできないのか。腐った死体に行こう。10、うわー、10のみか。はい。うわー、またこいつ微妙体力多いパターンだ。カブト割り。とりあえず、ヤンガスは嘆きの亡霊狙いで。はい。んー、大丈夫。23ならヤンガスも大したダメージはない。11、やめろ。腐った死体。こいつ毒持ってそうだからやだな。ほんで、さっきと同じパターンね。カブトアリもう下がらないかな、攻撃。守備力ね。まだ下がると思う。骸骨、こいつがややこしいな。うちのゼシカ攻撃してんじゃん。ベギラマ、ここで全体攻撃来たか。21、まずいぞ、いろいろと。はい、まだ倒せねえの？ What?体力多くない？いかん、守備力もう下がらんのか。ちょっと待て、守備力じゃない、体力多すぎるわ。魔人斬り、いや、ここは嘆きの亡霊狙いで、ほんであんた自分回復しよう。ゼシカね。はい、薬草。よし、またビーラーマ来るか。あかん、これ。うわ、まずいまずいまずい。ヤンガスやられたらちょっと話が変わってくる。うわ、いかん、ゼシカもピンチ。くさ、わっ、腐った死体まだ倒せないの？体力多すぎない？いかん。うかん、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 みんな回復、みんな回復。これ間に合うか？条約層作るべきだったね、これ。もったいないわ。とりあえず、ピーマン。ほんで、ゼシカ。で、ゼシカスピードが速いから、とりあえずヤンガスの死は免れる。と思ったんだが、ここで来た。うわー、まずいピンチ。骸骨、ゼシカン攻撃しろ。ここで勇者ピーマンに来るかも。やらしすぎるわ。体力多すぎ、こいつ。腐った死体全然やられねえんだもん。なえるわ、多すぎて。ひどいね。なんなの、ここに来てお前のその体力の多さ。誰へのアピールだよ。腹立つなぁ。ちょっと待てよ。もうヤンガスは攻撃だね。とりあえず周りの雑魚倒さねえと。で、ヤンガス体力回復。はい、これで OK。死は免れた。勇者ピーマンがやられたのは痛いわ。これでゼシカならまた話は別だったんだけどね。ようやくだよ。体力100くらいあるんじゃねえか、こいつ。絶対あるね、間違いなく。嘘んでしょ？とりあえずヤンガスで骸骨に攻撃。カブト割りでいっとこうかな。MP は使わないからね。で、薬草で、ヤンガス。頼む、耐えろよ。うわー、危ない。行くとこだった、セーフ。条約層作ってくるべきだ、これ。失敗したわ。なんなの、そのヤンガスのゴリ押し、ヤンガスへのゴリ押しは。おかしくないかな、守備力下がらねえし。薬草ももうそろそろなくなるぞ、これ。どっちに来る？ゼシカに来た。ゼシカやられるともう厳しくなってくる。とりあえず2対2の状況を作るところからだ。守備力下がらねえのかよ。あうち、ダメ。
共に薬草を使おうか。共に自分に薬草といこう。自分に薬草だ。はい、これで OK。 どっちに来る？ここでゼシカに来るのはやらしすぎないかい？うわ、守備力元に戻ったし。嘘んでしょ？勘弁してくれよ。あかん。特技で骸骨だ。もうヤンガスと一騎打ちだよ。ベギラマ、ここで来るかね。 MP たんまり余ってんじゃねえかお前。やめろ。いかんいかんいかん。よし、とりあえず骸骨倒した。もうここは一騎打ちだね。どっちが勝つか負けるかですよ。簡単な話になってきたね。とりあえずヤンガス体力回復。もう仲間を呼ぶなよお前。もうやらしすぎるよ。せめて3ターン後にしろ。3ターン後に何こいつ。面白くないわ。お前一番面白くないね、ここまで戦ってきた敵の中で。もう面白くないお前は。俺一番嫌いなパターンこいつ。いや無理ですわ。早すぎる仲間を呼ぶにしては。これもう最初から嘆きの亡霊狙いでやった方が良かったね。あー、もう意地か一か八かでいこう。薬草で回復しても意味ないんでね、これ。あ、終わったな。ヤンガスの一発が先か。いや、こいつの方が先だ。頼む。あー、倒せない。倒したら消えてくれるかなと思ったんだけどね。いやいや、面白くない。一番お前は面白くなかった。楽しくもないし。うん、そら死ぬわ。お前みたいなやつ死んでいいんだよな。神を助けてくれじゃない。お前みたいなやつは死んで死ぬべきだ。あの世行けさっさと。気持ち悪い。どういうことよ。クソみたいな性格しとるぞこいつ。ねえ、俺も苦しみ味わったからお前も苦しみ味わえ。いや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 、お前みたいなやつはやっぱ死ぬべきだと思うよ。意味がわからないね。いやー、初めての初見での嘆きの亡霊ですかね。挑んでみましたが、残念ながら勝つことはできなかった。ちょっとね、戦略的に間違ったかなと。条約層があれば楽にいけたんじゃないかなと俺は思うんだけど、ちょっと作ってきてなかったからね。薬草だけでやっぱ回復量がね、体力も多くなってきてるんで、ちょっと追いつかない感じでございましたね。あと仲間呼ぶそのスパンが早すぎるね。せめて仲間とりあえず倒した、2ターン後3ターン後出てくるなら分からんこともないよ。それなら俺もうわ、また呼ばれたか、倒さないとなってなるけどさ、頑張って倒した直後にさ、また次出てくるって何それ。クソみたいな展開でしょ。ありがとうございますですよ。 OK、 わかりました。次回の実況でまた挑戦していきたいと思います。今度はしっかりと準備を整えてね。まさかいるとは思ってなかったんで、次回の実況もまた見てくれよな。じゃあグッバイ、また会いましょう。